はい、というわけで皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、おやすみなさい、ヤコと申します。いやね、グリルビーズすごい好きなんですよ。なんか自分留学行ってたんですけど、その間こういう感じのバーでいつもカクテル飲んだ後、相席した人と一緒にダンスして、で連絡先交換してバイバイみたいなことをずっと繰り返してたんで、ちょっとなんかそれを思い出して、あーバー行きてーなーとか思うんですけど、日本でなんかそういうワイワイできるバーなかなかないんですよね。ちょっと探さないといけないな。みんな笑ったりギャグを言ったりして目の前の問題から目をそらしている。単調な毎日、人口密度の上昇、日当たりの悪さ。私もそうやって嫌なこと忘れられたらいいんだけど、お笑いのセンスがなくて。気持ちはわかる。地底の世界にはいろいろと問題もあるけど、それでもみんな笑って暮らしている。なんでって、どうせ何もできないんだから文句言っても仕方ないだろ。すごく受け身ですね。どうせ変わらないからっていうのは、まあそうなのかもしれないですけど、変えようとしている力があることも事実なので、変わるかもしれないって信じて動いてる方がもしかしたらいいのかもしれません。アルフィー博士にそっくり。アルフィー博士はまた後々紹介するので忘れてください。今のはここは図書館だよ。ああ、わかっている。表の看板は字が間違っているよ。字間違ってる、図書館。本当だ、全然気づかなかった。言われるまで気づかなかった。アイウォーカーさん、その目つき、君はクロスワールドパズルに手こずるタイプだね。ギク。サンズとの話聞いてたな。新聞を作る仕事はとても気に入ってるわ。ここではニュースなんてほとんどないから、載せるのは漫画やパズルばかりだもの。楽しそうだな、その新聞。ガハガハ、子供の頃学校で授業の時間によく文字探しをやらされたわ。はっきり言って時間の無駄だと思ってた。なのにおかしなものね。今じゃ私地底で一番文字探し作者なんですよ。一番の文字探し作者。文字探しめっちゃさせられたな。愛、希望、思いやり、モンスターの魂はこれらのものでできているとされている。しかしそもそも魂とはどういうものなのかよくわかっていないのが現状だ。何しろ人間の魂はそれらのものがなくても存在できるのだ。ほう。モンスターの歴史第4巻。人間の脅威から解放された我々はホームの街を後にした。寒さの厳しい街を抜け、焼けつくような灼熱のエリアを進み、ようやく現在の都がある場所にたどり着いた。そこはニューホームと名付けられた。やはり我らが王のネーミングセンスはいまいちのようだ。魔力で構成されているモンスターたちの体は魂と連動する。このため戦いを望まぬモンスターは防御力が低下する。さらに敵が残忍であるほど受けるダメージは大きくなる。したがって強力な魂の持ち主から殺意を込めて攻撃されると。気がめいる話はこのぐらいにして、ケーキのレシピでも記しておこう。これすごいフラグですね。凶悪で残忍な攻撃はモンスター防げないんですね。だからモンスターは人間との戦争で負けて地下に逃げた、そういうことなんですね。私は今こうして本を書いている。たった今部屋に誰かが入ってきて本を手に取った。そして読み始めた。おっと、失礼、その本はまだ書きかけだ。え、怖い。え、あなたが言った、あなたが言ったのか。モンスターの体は魔力で構成されているが、人間の成分は水である。そうだね。肉体を持つ人間は我々モンスターよりはるかに強力だ。しかし彼らは魔法で気持ちを表現する喜びを知らない。玉を並べてお誕生日のお祝いメッセージをつけることすらないのである。モンスターの体は全て魔力で構成されているってことは、死んだら消えるってことですね。学生が書いたレポートだ。モンスターの弔いの儀式についてまとめてある。モンスターの葬式は専門的観点から見てもかっこいい。モンスターは年を取ってぽっくりいくと体が塵になる。魔力でできている。葬式ではその塵を個人が全員大事に仕立てしてた、え、個人が全員大事にしてた何かの上に巻く。こうすることで自分の心がその何かに宿るのである。はぁ。指定の
枚数になったかな。これ以上書きたくないんだけど、めっちゃ本書くの適当ですやん。さらに右行ってみよう。お、なんかある。開封されていないダイレクトメールがぎっしり詰まっている。この郵便受けにはパピルスと書いてある。中を見る？空っぽだ。パピルスはすっごいしっかりしていますね。それに比べてサンズは、たくさんメールもらってるにもかかわらず、パピルス取ってやれよ。内側から鍵がかかっている。じゃあちょっとサンズの家お邪魔しますか。あ、鍵もかかっちゃってる。じゃあダメですね。この奥行くと多分パピルスとの戦闘が始まるので上に行きますか。いやー、もう朝か。いや、もう朝かって。お、上もなかなか。ねえねえ、モンスターと人間ごっこしようや。何それ。え、何それ。どうしたらいいの？何もしなくていい？はあ、幼い頃は世界が果てしなく広がっているように見え思えたものだ。これ石だよな。ああ、なんと美しいノックの音。返事をしなければもう一度聞けるだろうか。ああ、辛抱強く待った甲斐があった。ああ。ああ。開けろー。借金取りだぞー。ダメだ、開けないっすね、こいつ。ふん、ほら、ああやって氷山生まれてたんですね。いきなり怖えな。まあ、ここに来ても特に何もないので。それでは、先進みますか。ちょっと決意注入してから行きますね。このトンネル。ワープ。怖えな。始まりますよ。始まりますよ。怖えな。人間よ。複雑な感情について語ってもよいくや。それは、自分と同じように、パスタを愛するものを見つけたい喜び。自分と同じように、パズルが得意なものへの憧れ。イケてて、頭もいいやつに、イケてると思われたいという願い。これこそ、貴様が今、抱いている感情だな。俺様には、そんな気持ちは、さっぱりわからんが。何しろ、俺様は偉大なるパピルス様だから、ん。友達がたくさんいるやつの気持ちなんて、普通に知ってるし、孤独な人間よ。貴様は哀れだ。だが、案ずるな。俺様が貴様を一人ぼっちにはしない。この偉大なるパピルス様が、貴様の。ダメだ。やはり、こんなことは許されん。俺様は貴様の友達にはなれないのだ。貴様は人間。俺様が捕まえなければならん。貴様を捕まえれば、俺様の念願の夢が叶う。強くて人気者で有名人。それこそが、それがこの、パピルス様。じきに、ロイヤルガードの一員になる男だ。パピルスに行く手を塞がれた。パピルスの戦闘が始まっていく。この音楽もすごい可愛くて好きなんですよね。パピルス、アタックディフェンスともに20。ニャハハが口癖だ。ニャハハ。まるで戦いたくないみたいですね。パピルスは骨攻撃を準備している。侮辱するか口説くか。侮辱してみますか。本当は口説くが正解なんですけど、侮辱してみましょう。
なんと親切な。俺様が貴様と戦いやすいよう気を使っているのか。そんな親切を受けるいわれはない。ほんと勘違いがいいやつだわ。パピルスは骨をガタガタ言わせている。じゃあ口説いていきましょう。俺様を口説いているの？ついに貴様の本当の気持ちを明かしたな。だが貴様は自分が俺様にふさわしいと思うか？俺スパゲッティ得意なんですよ。特にペペロンチーノがすごく得意で、ペペロンチーノってめっちゃ奥が深いんですけど、今話したら3時間ぐらい話すことになるんでやめておきます。なんと貴様は完全に俺様のタイプだ。ということは貴様はデートをしないといけない。貴様とはデートをしないといけないな。ではデートをしよう。貴様を捕まえた後でな。かわいいよな、ほんとパピルス。パピルスはデートに着ていく服を考えている。ちょっと待って、ではデートをしよう。貴様を捕まえた後でな。この後どうしたらよかったっけな。パピルスはデートでディナーに何を料理するか考えている。あ、オッケーオッケー。ではデートをしよう。貴様を捕まえた後でな。ずっと言われるんだね。パピルスは耳の後ろにボーンコロンをつけた。じゃあ、あとは逃がすを連打ですね。なるほど。戦うつもりはないんだな。では、俺様の有名な青攻撃を食らえ。動かなければ正解。終わった。うわっ、危なっ。貴様は青くなった。これがパピルス様の青攻撃だ。にゃははは。青くなってしまった。じゃああとは戦いたくないを連打すればいいですね。デートには何を着ていこう。青攻撃の間は重力があるので、しっかり十字ボタンの上を押してジャンプしましょう。パピルスは耳の後ろにメタブランドのイケメンクリームを塗った。デートのことなど考えていない。あー、当たってしまった。タラタタ。パピルスは耳の後ろにメタブレンドのアニメパウダーをはたいた。何それ、化粧してるよ。上ボタンをもっと長く押してジャンプしろって。まあ親切。痛い。ごめんパピルス、頑張る頑張るから許して。痛い。パピルスは耳の後ろにメタフーズのイケメンジュースを塗った。それも飛び物。俺様のスペシャル攻撃を使わせるなよ。パピルスもスペシャル攻撃持ってるんですね。痛い。あ、クソが。パピルスは耳の後ろにメタブランドのモテモテスライムを塗った。めちゃくちゃ汚そう。俺様は人気者になる。もうすぐだ。これ動かない。オッケー。あ、しまった。パピルスは耳の後ろにメタフーズのビューティーヨーグルトを塗った。この俺様がロイヤルガードの隊長になる日は近い。パピルスは自分には耳がないことに気づいた。遅い。バビコ食べます。バビコを半分食べた。 HP が11回復した。拾いなきスパゲティ屋であるパピルス様隊長が、パピルス様が隊長になるのだ。あ、動かない。痛い。パピルスは骨攻撃の準備をしている。アンダインもきっと喜ぶ。このアンダインっていうのが魚女。ちょっと待って、ジャンプできない。パピルスは次の手を考えている。シングルバビコを食べよう。シングルバビコを食べた。11回復。王様は庭の木を俺様の顔の形に刈り込むだろう。ほんといい性格してるよなパピルス。パピルスは骨攻撃の準備をしている。そして我が兄は多分いつも通りだろう。まあいつも通りだろうね。パピルスは必死に突かした態度をとっている。デートが初めてかい。二
ファンが大勢つかん、詰めかけるぞ。でも、あー、それはジャンプできない。ファビリスは骨攻撃の準備をしている。アクション。バビコ買っててよかったですね。貴様ほどまっすぐ俺様を思ってくれる奴はいるのだろうか。ダメだ。パピルスは必死に尽くした態度をとっている。貴様のような奴はなかなかいないだろうな。それでタラタッタッ、パピルスは必死に尽くした態度をとっている。今後は気軽にデートもできなくなる。有名人になったらデートなんてできませんもんね。動かない、ジャンプ、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 オッケー、動かない。動いちゃった。パピルスはニャハハハッとささやいた。ちょっとシングルバッグを食べます。それでも貴様を捕まえてお城に連れて行かなきゃいけない。パピルスもやっぱり人間を捕まえなきゃいけないっていう。パピルスは必死に透かしの間を取っている。くっ、俺様は何を考えているんだ。貴様、さっさと降参しろ。あ、痛いよ、パピルス強いよ。降参しないとスペシャル攻撃をお見舞いするぞ。パピルスは骨攻撃の準備をしている。いいか、俺様はもうすぐスペシャル攻撃を発動するからな。あれ、飛び切れなかった。はっ、パピルスは骨攻撃の準備をしている。もうすぐだ、もうすぐスペシャル攻撃が炸裂するぞ。パピルスのスペシャル攻撃使いたくないんじゃないでしょうか。痛い、スペシャル攻撃出なくても強いんだけど。あんた、パピルスは必死に透かした態度をとっている。そろそろかな、これが最後の警告だ。この後スペシャル攻撃だからな。動かない、ジャンプ、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 あー、くそ。シングルバビコを食べて HP11 回復。くらえ、俺様のスペシャル攻撃。うお、犬が食べている。うおーい、それは俺様のスペシャル攻撃じゃないか。おい、そこのアホ犬、聞こえてるのか。その骨をかじるんじゃない。やめろ、何する、何をするさ、何をする。噛みまくった俺様のスペシャル攻撃を返せ。仕方ない、こうなったらウルトラかっこいい普通の攻撃を使うしかないな。このウルトラかっこいい普通の攻撃っていうのがめっちゃ強いんだよ。あー、では行くぞ。何の変哲もない通常攻撃だだだだ。その痛い、もうそれ当たり判定あるの意味わかんないって。攻撃って書いてあるもん。ギャグかよ。どうだ、分かったか、貴様に、俺様は倒せ。見ろ、ブルブル震えているではないか。ではここで偉大なるパピルス様が情けをかけてやろう。人間よ、貴様を逃がしてやるぞ。今なら見逃してやっても良いと言っているのだ。実はここ、パピルスに負けるとパピルスに捕まるっていうイベントが発生するんですよ。にょほほほ、それもまたパピルスすごい可愛いんでおすすめなんですけど、それはまた周回する際に撮影できたらいいなって思います。貴様のように貧弱なものすら倒すことができないとは、案内に呆れられてしまうな。俺様はロイヤルガードなんてなれないし、友達の人数だって増えはしないだろう。え、本当に俺様とお友達になってくれるの？それなら、特別に貴様を許してやってもいいだろう。うひょひょ、デートに行く前、
からお友達止まりだなんて、さすが俺様、友達を作るにはダメダメなパズルをやらせてバトルをすればよかったんだね。人間貴様はいろんなことを教えてくれた。よってここを通って良いものとする。それと地上に出る方法だって教えちゃうぞ。このまま進んでいくと洞窟の終わりにつく。そこが都だ。そこにあるバリアを抜ければ外の世界に出られる。バリアは我々を地底の世界に閉じ込めている魔法の封印。こちら側に入るのは簡単だが、外へ出るとなると話は別だ。強い魂を持つ者でないとバリアを抜けることはできない。だが貴様ならできる。だから王様は人間を捕まえようとしているのだ。人間の魂の力でバリアを壊す。そうすれば我々モンスターは地上に戻れるのだ。あ、それともう一つ大事なことを言わせていた。出口にたどり着くには王様のお城を抜けないといけない。全てのモンスターを滑るを彼のことは誰もが大好きなんだ。王様はモフモフしててすごくいい人だよ。だからきっと心配ないよ。ドリーマーさん、お家に帰らせてくださいってお願いすればバリアのところまで案内してくれるはず。そんなわけで話が長くなったら、俺様は家に帰って貴様の頼れる友達として待機しておく。いつでもデートしに来ていいぞ。にゃははは。とば、わけのわかんないジャンプをして帰っちゃうという感じですね。はぁ。というわけで本日はここまで。まあちなみにドリーマーさんって呼ばれてたんですが、あのドリーマーっていうのが以前言ってたアズゴアドリーマーさんです。この世界を滑る王。ちなみにトリエルさんはアズゴアにあなたを渡したくないみたいなこと言ってましたね。アズゴアは人間を集めてこのバリアを壊し人間界へ出ようとしている。その目的は一体なぜなのか。そして人間の魂を使えばバリアを割ることができるというが、そんなバリアを割るために必死こいているアズゴアのもとへ人間が言っていいものなのか、わからないですね。というわけで本日はここまで。以上、バイバイ。